なんかの配信喋ってる途中で切れたね嘘言っとく <coughs> なんかちょっと声枯れてるかもいや枯れてないかもなんかね今蚊がはいてね,蚊が,ね蚊が入ってきて今私と蚊は2人っきりなのすごいロマンチックでしょだけど絶対噛まれるの嫌だから蚊取り線香隣に炊いてるんですあ妹さんのルームから来ましたありがとう 姉です。いつも妹がお世話になってます。あ、こちら。えっ、ー、と、なんて言うんだっけ、これ蚊取り線香です。草、めっちゃ臭いんだけど、蚊取り線香。臭い。ああ。<laughs> まあ、いいや。後で片付けよう。臭い、蚊取り線香、近い。めっちゃ近いんだけど、蚊取り線香って、どこに置くのか。蚊取り線香って、普通。蚊。雪にあんとーー、どう。 同部屋緊張しちゃうなかまないでよかでも蚊取りせん答えだから昭和感増すやめて昭和感ないからはいじゃあねみんな今日は今日は集まってくれてありがとうイェイ盛り上がってるかーいちょっとテロップ書くねなんて書こうとしたのあ一緒にあっどうう オッケーテロップ書きました一緒に投票しような矢木家に香取り線香あるんだそうなんかね今まで電気のやつだったんだけどなんか怖いから香取り線香の方がいい成分な気しませんなんとなくわかんないけど昔ながらだからだから最近香取り線香に感じたんですけどね臭いめっちゃセクシーありがとう 帰っててきたばかりで夕飯食べてます私もさっき食べた今日の夜ご飯シチュー妹の前で変顔してた矢作さん知ってた何で知ってんの妹を笑わせようとしてたえ聞いてち褒めてほしい矢作ね妹がまた配信途切れたからもうドヤ顔で言ったよね F5 押すといいよっていやーまあねちょっと褒めてほしいかなみんなには 学んだことはねちゃんと生かすタイプなんで F5 をしてあげましたよ妹のそしたら回復しましたよもうやは F5 プロなんで、まあ、いつでも呼んでください駆けつけますわ F5 をしに F5 をしてあげたらねドヤ顔で F5 をしたら感謝されてしまったまあねまあ姉ですからね頼れる女なんで はいうひょすっげえだってありがとうそれじゃあみんなそろそろいきますかみんな用意はいいかなじゃ,じゃ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 んあ,あ値段が見えちゃった危ない危ないめっちゃでっかく値段貼ってあるなこれ剥がしてくれてもいいのに「F11」は知ってますか何ですかヤハギは F5 以外分かりません未知の世界です 永遠の17歳さんこんばんはこんばんは17歳です髪切った切ってないよじゃーん今日は三つ編みしてるのオートポスティングゲットお守りゴッドお守り100日本語オナシシャスシリアル見せたらあかんでな見せないよ はい、みんな手元に持ちましたかあでも今日ね時間がねちょっと微妙にないからもう30分ぐらいで開封して投票したいと思います待ってすごいね今思った私失敗したわ携帯え投票って携帯でやるよね私今携帯使ってるじゃんああ終わった買ってきたのに みんなで一緒に投票したいんだけど妹ちゃんから来ましたムムムさんありがとうえっ髪型どうしたのかわいいありがとう三つ編み妹の携帯借りよう矢作今ね自分の部屋でやってるのでママも妹も下1階のリビングでやってるのね矢作が今ここからリビングに降りたとしたらおそらく1分ぐらい放うすることになってそうすると ななんかダメなんかだよね誰もいない部屋をずっと映してるとバンされちゃうと聞いたのえみんな1分待てるうーんバカすぎるパソコンねパソコンでやろうかなちょっとダッシュしてくるわみんなそれまでお歌歌っててあいいこと考えたえー、っとねどこだっけな あれあった今日はみんなにお歌を聴かせてあげようと思ってさこれこの前なんかいつか忘れたんだけど結構前になんかファンの方からね見てうんちょっと見えないね「読むね AKB48 グループリクエストアワー2018第27位 SK48 夢の階段を登れ」のオルゴールクヨッかけとくからみんなこれ聞いてあれ何これ壊れた え壊れたえなんで今乗ったよねえなんでなんでなんかなんないんだけどえ壊れたかもしれんえあれなんで全然壊れたんだけどええオルゴールってバンされるのあ,あ どうしようちょっと取っ手が取れたんで、まあ、ショールームが終わったら探します取っ手じゃあちょっと1階に降りて取ってくるねみんな行ってくるねバイバイ ただいまモス。ただいまモス。みんなお待たせ、はあ待、ま、った。みんな待った。ごめんね。デートの待ち合わせに遅れちゃった。許して。おかえりんご。おかえりんご。それじゃあ投票始めていくね。はい、分った。もうね。1軒目が売り切れですね。もう泣きそうだったけど、2軒目で売ってた。 モバメ、ヤハギ物語の5歳児ヤハギの絵めちゃめちゃ可愛かったよありがとうそう、ヤハギのメールで私の公約が100位に入ったらムキムキになる、えっと、100位に入ったら私の人生を漫画に、一冊の漫画に閉じ込めたヤハギ物語を書くっていうのが公約なんですけどなんだそれをねちょっとサンプルみたいなのをメールに送ったから5歳児のヤハギ書いた これ向けないんだけど私 CD 向くの本当に苦手なんだよねでもなんか Twitter とかでさモバイル投票しないのかモバイル投票は後でやるちょっとねとりあえずみんなと CD をやりたかったのみんなとやりたかったのっていうか CD 携帯使わんと勝手に思ってたけどやっぱ使うよねなんだこりゃ CD 難しい開けるとこが分かんないうーん開けるとこが分かんないんですよねあった見つけました入り口をそうなんですよ私何の話したんだっけ今私何の話したんだコードは見せないように

投票券ついてなくないえ,え投票券なくない投票券ってどこについてるんですか貸しカードの中に入ってるのあった <laughs> えー、あ、危ない、見せるとこでしたよ、今危ない危ない、セーフセーフ それじゃあシリアルナンバー打ってこうコードは見せないよ投票方法一スマートフォンパソコンにって QR コード読み取るか直接アドレスコード入力今ママンの借りてきたんだけどママンの携帯めっちゃくちゃくったらないゲームがいっぱい入ってる唐揚げあげるやつと昭和あるあるとローラーコースターと またもう一個唐揚げあげるやつ入ってる <laughs> えどんだけ唐揚げあげたいんだろうあの人えっ、ー、と番号を打って投票してから見せて分かった写真は誰だった写真写真これだったえみんな入ってる指原さんと横山栄さんってなんだっけ URL? QR コードあった呼び込みますでもねツイッターですごいみんな,なんかもう段ボールいっぱいに CD を買って私に投票してくださる方とかお見かけしてもう本当にありがたいなと思ってもう早く矢作も投票したいだってもうこれ1個だけで矢作こんなんですよ1個投票するだけでこんなに手間取ってるんですよだから本当にね 大変だ本当にありがとうございます皆さん、うん、矢作も学校なんてこうサボってこれをやるべきなんですけどちょっとね留年しちゃうんでそうすると生女子ユキナちゃん当たったえー嬉しいありがとうユキニャンコク,クラブえ何これどうやって使うんだろうえー、っと使い方が分かんない QR コードのアプリがえあっあ,あった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  きュキュキュきュキ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 ュんあできたやっほー矢作姉妹に投票しますね一票ずつだけどありがとうございます全然あのね一票でもほんとにその一票がほんとに命取りなのすごくありがたいですあの矢作のき昨日も話したけどちょっと待ってね一、まあ、つのことにしか集中できないタイプかもしれん名前から シリアルうん名前で検索しよう命取りレシオを読んでもらえてうんありがとうえ一本でいいの分かったいやそういうことじゃないんだよベガくんもちろんいっぱ杯はすごく嬉しいですよだけど一票しかないんだっていうその卑下しないでくださいってこと妹に入れるなよ妹に入れようかな でも大丈夫妹もね、なんか、なんか買ってたと思う。えっとね、やはぎ、ゆきなん。なんかこの、やはぎって打つと、萌えかしか出ないあたり、お母さんも、もう、もう、や、ゆき、ゆきなっていい、登録してー。え、ね、何これね。うん、検索も難しい。あった、や。 もうありましたよ矢萩萌花の下に矢萩由紀奈があります名前元は一挙に県内ではそれねあ、そう聞いて矢萩絶対に今回ランクインしなきゃいけない理由ができた聞いてもうねなんか雑誌でなんかの雑誌でなんか矢萩はラン,クランクイン予想みたいな雑誌で矢萩入ってなかったの今回 なんか矢作入らないみたいなちょっと風潮なんでもう絶対入ってやろうって思いましたねもう見返してやりたいですそしてあのスピーチかなんかで「いやおい矢作の矢作を外したな」って「矢作を外したな入ったぞーし雑誌」雑誌に矢作も入ったあまもうあっ多分萌えか押しちゃったあまた最初からなっちゃった だからねこんな1個でこんなに手間取ってるからもう段ボールいっぱいの方とか本当にねなんかもうありがたすぎて全然読み込めないんだけどえ全然読み込めないんだけどもう全然読み込めないえっ私分かるよねやり方何これ なんで読み込めないのなんでこんな読み込めないんだろう CD これから受け取りで投票しますありがとうえ違うんですなんか間違えて変なボタンを押したらまた最初からなっちゃったからあっあ、萌えに投票しちゃったのかなあそういうこと え、でも私まだシリアルコード入れてないですよえち、でもシリアルコードまだ入れてないシリアルコードって使わないんですかえなんでこれ全然読み込めないちょっともう一回アプリ起動しなう。え、でもやギまだシリアルコール入れてないもんだよねじゃあ大丈夫だよねえな何これわかんない んん、本当にごめんもう時間ないんだけどね、ちょっとみんな作業しながらラジオ代わりに聞いてて何これ公式金剛金シャツとかいうのがもう嫌だいいよそういうせ PR うざい何これちょっと待ってねもうちょっとでもうちょっとでできるはずあできたできたできたええ なんでこんなスキャンお母さんの携帯壊れてない悪態ついてないですあき来た来たーよし次こそは投票する今名前検索なう矢作ゆきなでゆきなあダメだ出てこないからもうや行からやろなんかすごい独り言喋っちゃいますね投票ってうーん いや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 、はい,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 い、いたこっちだんふうこの間に1票入れましたえっ早いよクワちゃんこの間に1票入れたのほら見てじゃーんよしシリアルナンバーを入力させていただきます長シリアルナンバーはまたここが難問ですよねはじめまして 全部投票したよありがとうございます jjjj あ言っちゃった2、e、今入力ナウだから待ってていい子にして待ってて6ダあれナウえな何これむずいえー、シリアルナンバー4桁とかでいいのにあ声に出しちゃダメわかったお口ミッフィお口ミッフィだよみんな ね、ででんえうこれこう喋っちゃうえなんかさシリアルナンバーってさなんかさ真ん中開いてるじゃん真ん中って開けるんですか真ん中って開けるんんですか真ん中開けますか開けない いけない、オッケー。えっと、三。喋っちゃう、もう喋んない。みんなお口ミッフィー。みんな黙って。うん、長いな。うん。し、えー。おし。打ったよ。二段になってないよ。一段だよ。あ、二段になってた。本当だ。あ。 そういういことかもう全部打ち終わったと思ったのにまたと半分書いてかなきゃ難しい <S S、N、あーもどかしいあ終わった終わったボタン絶対にこれでもうケーいくよみんな投票すねみんな見て投票すよ いきまーすせーのバカじゃないよみんなめっちゃバカって言うからいくよポチッあれ投票エラーになっちゃった <laughs> なんでえ入力されたシリアルママは無効であるかすでに投票済みですごく <laughs> んでえ <laughs> 意味がわからないんだけどなんで <laughs> なんで なんんで意味が分かんの入力ミスかなでもっかい打ちます諦めないヤギ諦めないよ16もうん、ここは合ってるよねうん上の段は絶対合ってる入力ミスだよねきっとあっ違うねんえ え、全然ミスじゃないんだけどえー、えええ怖いんだけどえここでもう5秒入れたの <laughs> 下の段使ってるよ Q ととかとか P に注意え絶対合ってるもん大文字とかそういうさ文字じゃあ前もう一回ちゃんと見るあ分かったなんで最初大文字になっちゃってたんだえなんでそれ突然の大文字 ?OK あもうこれで絶対投票できるえなんで打つと大文字になるの えちょっとお母さんナイドロイドだからわかんないあできたもう絶対これでいけるいくよ投票しまーすこっち投票完了わーい無事に投票完了しました s k 4のチームケツに萩ギユキナに登録し やはぎゆきなスラッシュユキなギやハギに投票しました。ご評価いただきありがとうございました。引き続きアンケートのご協力お願いします。え、アンケートを答えるんだ。やったねー。おめでとう。やったー。やはぎでもできる。簡単だねー。でも、すごい時間かかった。じゃあ、アンケートに答えよ性別、女。年齢、17歳。お住まいの都道府県。 どこだ埼玉ランクイン間違いなしやったいやーえでもこれを皆さんすごいやるんですよね本当にねなんかお茶を入れに行ってあげたいケーキを焼きに行ってあげたい本当にありがとうなんか最後は笑って終わりたいですもうみんなのなんかその努力 努力ってかいや、ね、それをもう私は無駄にしたくない絶対にもう無駄になることはないと思います全然無駄とは言いませんよもしも私がランクインしなかったとしても,もうそれは全然無駄ではないことじゃないしむしろ来年につなげていけたらって思うしでもなんかもう本当に今回で思ったのはなんか去年あんまりこういうことがなかったんですよね、まあ、結構投票してくださることはいた,ったんですけどなんかこう団結みたいなのなくて。 戦隊さんもいなかったんですけど去年は今年はなんかすごくなんだろう,うん,なんか本当にありえるんじゃないかっていう期待はありますねランクインするんだよナスっちイエスイエスランクインそう去年も投票してたしありがとうございますそうなんですよ去年もうすごい投票してくださった方もいっぱいいるんですけど、まあ、今年はねやっぱ 1>, 1年活動したから矢作のことを知って応援してくださる方も増えたしうんちょっと頑張ろう一緒に去年もがっつり入れたけどねありがとうでもそれは無駄になってないんですよ本当にもうね去年もすごいみんなにありがたかったしでも逆それをバネにして今があると思うしめっちゃ嬉しい おぎぎやはぎよく言われるそうああこのオルゴールで夢の階段登れをかけながらみんなで涙しようなってやりたかったのにああ <laughs> じゃあ歌おう。 夢の階段を登れその先が見えなくても今の君にできることは汗をかくしかないんだ夢の階段を登れバンされちゃうあれ1回とはあ参加回数1回にしちゃったののちゃんがイントロクイズしてたよおお。 あ、ユキナの代わりにハズミサキハズ神社でランクイン気がしてきてありがとうなんかツイッターで見た気がする新規だけど応援してるありがとう新規大歓迎ヤギのここ空いてますよアカペラは大丈夫なんだあ実家の階段のことじゃないよ夢の階段はあそこだよ夢の階段はそう そこだよ。あ。ゆきにゃんクラブの名前出しあたってありがとう。選挙の日ジェシーの家を持って。お会いしに行く。ありがとう。そう。ね。すごいさ、ジェシーの家を作ってくれたんですよ。みんなジェシーって知ってますこのここにいる六千六百二十六人の方。ジェシーっていうのは。宮城の。アメリカのお友達なんですけど。なんか海岸通、海外通販とか。やってて。 はうんまあ気になったらちょっとね調べてみてくださいジェシーちゃん金髪でブロンドで目がブルーアイズであ拍手ジェシーちゃんだったんですかえー、運がいいですねジェシーちゃんね今んところ来日して拍手会参加したの1回しかないんですよレアキャラなんでね。 そばかかすの子ひどかったあジェシーちゃんねやっぱねちょっとお肌白いんでねそばかすがあるんですよね、まあ、そこはそこもかわいいんですから金髪でブロンドはいないぞあれ金髪とブロンドって違うんですかあミナルンさん推しだけどゆきなちゃんも握手券買ったありがとうこんばんはジェシーちゃんに投票してきますありがとうどんなドラマ えー、なんか何だっけちょっとティ,ーンティーンズな感じのティーンズなやっぱ青春みたいな何だろうティーンズな話あさおばばさん郵便局からただいまただいお帰りジェシー17歳同い年 ハイスクールミュージカル的なね。あ、ビバリーヒルズ的なね。もえかは7月にドラマ出るらしいね。えちゃうよ。えそれ。<laughs> 嘘じゃねええそうなんすか古いわ。 同い年だったんだたけたけさん、同い年なんですかごはんこんばんは里加穂1七歳とか頭おかしいうるせークロワサンで体隠す方が頭おかしいジェシー探してもいないので投票やめますえー、でもなんか多分んヤハギに投票してくれればジェシーの票になると思うんでところで皆さん 今何時ですかあ書いてあった9時半だうーん私何時から始めたんだっけあ9時から始めたんだあもう30分経っちゃったショールームって面白いからすぐ30分すぐなんですよねじゃあそろそろランキングを読み上げますちょっと待ってアンケート書く劇場版握手会への参加回数1回でいいやグループ応援歴うーん10年にしとこ送信 トップに戻りましたえた。10秒完了したの早っいや今やっとアンケート終わったえみんな一個ずつアンケート書いてるのキス顔してそれは公約にしようかなそれではえアンケートって飛ばせるんですか 去年は投票してないの去年やったんですけど全然記憶にないんですよね多分なんかお母さんと一緒にやったんでほぼお母さんにやってもらったんだと思いますだから多分やはりシリアルコードだけ入力してぺッてやったみたいなあそれではギフトを読み上げます「夢の階段をのぼれ」小野淳さんありがとうございますまんさんならさんありがとうございます あちょ、聞いて矢作ねまたテストなんだよもう嫌だちょこれから勉強するから矢作みんなもが開封して頑張ってる時に矢作も勉強して頑張るから一緒に今日おーるしようなんさん奈良さんありがとうございますちょっと通報したらごめんなさいナイトさんありがとうございます目が乾く んーと、どこまで行ったっけどこまでたゆうせいさんありがとうございます。こ次郎さんありがとうございます。ロストマンさんありがとうございます。<laughs> 堺が大好き、やさかさんありがとうございます。あきとさんありがとうございます。 ダーパンさんありがとうございます。えっと目が悪いもんです。いませんね、近くて本当に。ダイくんさんありがとうございます。川崎の先生さんありがとうございますうん。なかなかに見づらいんですよ。 はい、じゃあちょっと全員読み終わったかなもう僕私投げギフト投げたのに呼ばれてないよーこの野郎っていう方はお手手を挙げてくださいちゃんと言いますよあ老眼じゃないですはずきルーペ買うしかだから老眼じゃないって。 そろそろお寝の時間ですけどあとね起きて投票するねおやすみねんねーころーりーよーってねんねころりの歌知ってますねんねーころーりーよーってめっちゃおばあちゃんに歌われたんですすごい記憶にあるんですけどこの歌って本当にあるんですかあめっちゃ今ブー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 って来た私お母さんの携帯た なんかお母さんの携帯になったと思ったらパパンから「明日の乗り換えの乗り換え1回308円28分で」できたあ知らない人いないのああるんだえー、おばあちゃんが作詞作曲した歌だと思ってたえ「ねんねーころーりーよー」ちょっと歌詞覚えてないんですけど なんとかコローリーよみたいな全国民知ってる歌なんですねなんだおばあちゃんすごいと思ってたのにそれでは順位を読み上げたいと思います第13位じゃーん洋介さんありがとうございます唐揚げボディが美味しそうですねやはり唐揚げ食べたいんです今すごい唐揚げ食べたいんです ヨスキさん食べちゃったはいありがとうございますそして第12位じゃーんいなっぴーあとまくゆきなクラブ会員さんありがとうございますあ姉妹応援中って書いてある旗にすごーいえ何、ー、それ自分で作ったんですかすごいなありがとうございますえっ、ー、とんっブープープってまた来た読みあ <laughs> お父さんの LINE を読み上げる回 来れる今電車だけど汗汗 <laughs> あお母さんまだ帰ってきてなかったんだ知らんかったはい11位はあれ、じゃんじゃんマイクホマイケルさんですありがとうございますマイケルさんはねジェシーちゃんのお友達なんでマイクホって言ってますありがとうありがとうございましたそして第10位はじゃーんロストバーアットマーク在宅のカス DD さんありがとうございます S k, k, k s d d カス d d k s クソ DD とも言いますねありがとうございましたしかもアイコンがガロウさんなんでこのガロウさんってさすごいな、アミちゃんやっぱ毎日アイドルだからえー、いいなかわいいありがとうございましたそして9位ひろみちさんありがとうございますガロウさんですねひろみさんもそうがあひろみちさんなんかツイッターかななんかですごいこんなにいっぱい あの段ボールでやってくださって、ね、もう本当にありがとうございます投票しながら見てましたありがとうございます一緒に頑張りましょうありがとうございましたそして第8位じゃん順張るじゃんアットマーク無理難題だ言ったことありません草さんありがとうございますまた <laughs> 来たえ無理難題だ言ったことありませんいや結構ね動画回とかでね こい後にこう言ってププププみたいなねちょっと S かなっていう感じファンの方って M と S に分かれますよねいやでも M が多いんですけどちょっと珍しい S 型ですねあはいパパからの通知タクシーの廊下はてなだそうですはいそして第7位じゃーん 雪ナイトあナインナイトナインナインナイン過去雪ナイトアットマーク風引いたかもさんありがとうございますへえー、風邪引いちゃったんですかええおなお大事になんかつい先日もね佐藤佳穂がなんかちょっと体調を崩して握手会入れられなかったりとかしててやっぱなんだろうねメンバーもねそうなのかだからまあそういう時期なんですかねまあ梅雨ですしね湿気かな湿気関係ないか。 いやもうお大事にでもまあちょっと今日は一緒に頑張りましょうありがとうそして第8位じゃんあれ8位言ったわ次6位じゃんゆうせいさんありがとうございますあれなんか順位,か順位が変わった、まあ、とりあえずゆうせいさんありがとうございますゆうせいさんはあ <laughs> っゆうせいさんな何このアイコン めちゃ可愛いんだけど全力支援え、なんかすごいそれは全力支援ゆうせいさん誰を全力支援やはぎでいいのかなやはぎってことでいいのかなありがとうございます一緒に頑張りましょうありがとうございましたそして第5位じゃんムルさんありがとうございますむるさんもね毎回来てくださって本当に嬉しいですありがとうございます今日は一緒に頑張りましょう 矢作、ね、もテスト勉強しつつちょっともうねあと2枚ぐらい買ったんでねそちらも今日の学んだことを生かして投票してますありがとうそして第4位じゃーん小野純さんありがとうございます小野純さんもいつもありがとうございますもうねいやもうここにいる方もみんな仲間なのでもう本当愛すべき方々もう私のもう 私のなんだろう宝私の家族私の恋人私のペットもうみんな大好きありがとうそして第三位じゃーん闇テラスアットマークゆきのタン押し強化月刊さんありがとうございますそうなんですよね闇テラスさんはねあ <laughs> はい闇テラスさんはすごいいつもねちょっと待ってね ごめんなさいねちょっと今ママンからちょっと早く携帯返してって <laughs> はいヤミテさんはいつもね強化月間だそうで今が矢作さんの強化月間でもうじゃあこの強化月間の間よろしくお願いしますありがとうございましたそして第2位じゃーんマンさんラさんありがとうございますなんかかトちゃんに変わりましたねかわいいマンさんラさんもいつもねなんかいっぱいタワーとか建ててくれてねすっごいもう 私のこと大好きなんだよね私も大好きありがとうそして第1位じゃーんちょっとだけ投票したよありがとう本当にありがとうございます一緒に戦いましょうありがとうございましたそして第1位じゃん坂井が大好き坂井後幕ゆきにゃんクラブみならいさんありがとうございますちょっとアイコンが腹立つ顔してるんですけれどももう坂井さ,さんもねいつも娘さんと来てくださってもうすごいもうありがたいです もう,うん終身名誉見習いです <laughs> えでも投票した時に来ませんでしたあのなんだ会員登録完了みたいなゆきにゃんクラブ会員登録完了みたいなだからもう投票した瞬間にあなたはもうゆきにゃんクラブの会員ですよありがとうはいそれでは皆さんちょっとねママが急かすんで早く携帯線と急かすんでパパもかわいそうなんで返信してあげないと。 皆さんありがとうございましたそれではみんな今日は本当に頑張ろうね矢作に夜中の3時ぐらいに LINE してもきっと返事できるぐらいに起きてるよじゃあねバイバーイあおかげで娘の推しに怒られました <laughs> かおりさんとなおさんでしたよねありがとうございました娘さんにもよろしくみんなみんなありがとうみんな大好きペロペロじゃあねグッバイキン